はい、2022年11月29日ですね。まあオフシーズンということで選手の去就情報というのがいろいろ出ている期間ではございますが、今回はね、加入の情報が公式からリリースされました。福岡大学サッカー部岡田大和選手2024シーズン新加入内定のお知らせということで、来年ではなくて再来年ですね、再来年大卒としてこの選手が入ってくるということになっております。まあ、にしてもね、このパターンってあるんですね、再来年って。現在ね、日本の就職活動ってだんだん早くなってきて、大学3年生とか大学2年生とかでね、企業の内定を得るみたいなことがあるらしいんですが、まあ、例によってそのパターンなんですかね。ということで、まずは公式の発表を見ていきます。改めまして、福岡大学サッカー部岡田大和選手、生年月日が2001年の6月17日なんで、現在は大学3年生の21歳、入ってくるのは23歳の代で入ってくるという、まあ、一般的な大卒ですね。ポジションはディフェンダー、身長体重180cm の 78kg、 なんとディフェンダーということでね、そう今なんか話題に上がってる達田選手、僕も達田選手の動画出したんですけど、まあ、達田選手が来るならディフェンス補強は大丈夫かなと思ってたら、なんか柏レイソルにもう行く可能性があるみたいな記事が出てて、まあ、真相はまだ闇に包まれております。で、まあ、身長はまあそこそこ高い感じですね。サッカー歴、サンフレッチェ、国引き、米子北高校、福岡大学。まあ、サンフレッチェといえばサンフレッチェ広島だから広島出身なんかなと思ったんだけど、なんかサンフレッチェ国引きっていうのはサンフレッチェ広島と提携してる島根県出雲市のサッカークラブチームらしいです。で、米子北高校は鳥取県の私立高校ですね。で、福岡大学と。プレーの特徴、左足の強力なシュートと正確なクロスで得点&アシストをすることができる。攻守においてハードワークができ、強靭なフィジカルで1対1にも強い。完璧じゃないですかこれ。まあ、ウィングバックでも使えるし、左のサイドバックでも使えるっていう、左利きなんですね。まあ、左利きの選手も、まあ、高峰選手が移籍するってことで減ってしまったんですけど、この岡田選手が来たら増えますね。まあ、ポスト福森選手みたいな感じになるんですかね。本人コメント、この度2024シーズンより北海道コンサドーレ札幌に加入することが内定しました。プロサッカー選手として人生を北海道コンサドーレ札幌というクラブで、そして北海道という魅力あふれる地で始められることを大変嬉しく思います。まあ鳥取、福岡、北海道って来てるわけだから、まあだいぶね、環境の変化はありますね。この日を迎えることができたのは多くの方の支えがあったからです。特に米子北高校の白市か上市さん、総監督、中村監督、福岡大学の乾監督でいいのかな、児玉講師との出会いが私の成長に大きく影響しました。これからも私はさせてくれる全ての方への感謝の思いを持ち、行動して恩返ししたいと思います。と、まあ、米子北高校はですね、ガンバ大阪の庄司源選手とかも米子北出身なんで、まあ、中国地方ではね、相当な名門なんですね。そしてですね、福岡大学のホームページの福田イズムっていうウェブの方サイトでも、このことがね、取り上げられておりまして、福岡大学入学後も主力として活動を続け、今年7月の九州大学サッカートーナメント大会では6得点7アシストの大活躍でチームの4連覇に貢献し、 MVP も受賞と。6得点7アシストってえぐいぐらいの数なんですけど、素晴らしいですね。もう岡田選手のおかげで4連覇したと言っても過言ではないでしょう。まあ、大会 MVP にもね、選ばれている相当な選手です。まあ、にしてもね、コンサドーレの強化部は、まあ、よく目をつけてたなというところで、まあ、早めに内定を取って囲い込みをしておこうっていう戦略なんですかね。福岡大の岡田くんの内定決まったんだね。待ちに待った本職ディフェンス、嬉しいよ。おそらく争奪戦だったとは思うけど、札幌選んでくれたことが素直に嬉しい。まあ、現段階の大学3年生時点でもう J1 クラブが争奪戦だった可能性っていうのも大いにあります。まあ、高卒でも大卒でもね、いきなり J1 でキャリアをスタートさせるってことは簡単なことではないと思うので、まあ、相当な実力があることを期待してます。まあ、今の北海道コンサドーレ札幌にとっては本職ディフェンダーっていうのはかなり貴重な存在であるので、すごいね、再来年っていうのが待ち遠しいんですが、早く来て活躍を見たいところです。眼鏡大が福岡大に3対1で勝った試合でフリーキック決めたよね。お、フリーキックも蹴れるんですね。まさにポスト福森ということで、同じ左利きだしね。まあ、フリーキックは今コンサだったらルーカス・フェルナンデスと福森選手ですからね。まあ、ここにね、岡田選手が加わったら面白いですね。岡田くんはロングスロー持ちか、札幌にはなかった新たな戦術が加わるのは嬉しいな。おお、
何でも持ってるな、この岡田くん。ロングスローできる人ってね、まあプロサッカー選手の中でもかなり限られてるし、フリーキックも蹴れてロングスローもできて、まあそれはね、アシストめっちゃしますよね。与那北の岡田くん、札幌へ。まだ3年生なのに J1 クラブが争奪戦を繰り広げてる逸材。屈強な肉体と精度の高い左足で、札幌の左にドンピシャ。はい、間違いないです。まあ今菅ちゃん福森ラインをこの岡田選手が入ってきてくれて、この岡田選手が入ってきてくれるってなると、そこがまあどう変わるかですね。再来年の話ですが、まあ再来年の話なので、もしかしたらまた今年と来年にもう一回ずつ去就があるので、まあ、岡田選手だけじゃなくて、まあ、左ができる選手どう入っていくか出ていくかっていうのは注目していかなければいけません。どなたかも言ってたけど、岡田さんの顔が俊太と金子を合成させたように見える。ようこそ。あ、わかる。はい、ということで、このチャンネルで北海道コンサドーレ札幌についての情報を発信しております。よろしければぜひチャンネル登録お願いします。今シーズンのね、去就情報等もいろいろ動画出しているので、ぜひ概要欄から見てってください。それでは。